気持ちいい、気持ちいい。はい、本日はシンガーデン戸塚店さんです。はい、おはようございます。東西街道連の芝生でございます。まあ、周りの皆さん何行くかっていうので人気機種なり何なりが分かると思いますんで、頑張っていこうと思います。それでは入場します。おはようございます。それでは入場していきます。サラバンが強いと聞いたのでサラバンを取りつつ周りを見たいと思います。プレオはアピールすることである。故に何でもあり、その手で勝利をつかみ取るのだ。はい、おはようございます。本日はですね、神奈川県横浜市戸塚区にございますシンガーデン戸塚店さんで実践と、ここのお店何の機種強いですかみたいな感じでお客さんと喋ってたんですけど、サラバンが今一番強いと思いますよ、結構回数ついてますよって言われたんで、とりあえず朝一サラバンからスタートしたいと思います。はい、じゃあやっていこうと思います。まあ神奈川なんでね、9時オープンなんで3万枚もまだ目指せる。まあ、まだ分かんないですけど番長、やめようと思います。なぜかというとですね、窓通がちょっと良さそう、島単位でで空き台があって、朝一3回転しか回されてない台があるんですけど、視聴者の方も売ってるんですけども、聞いたところによると前理性っぽかったと。まあ窓通の前理性の恩恵っていうのが、まあ600ゲーム天井ってぐらいなんですけど、まあ前日のハマりゲーム数に応じては据える方がお店側が勝つ確率が上がるので、前理性っていうことはもしかして上げなのかなっていう可能性もあるので、窓通の方移動したいと思います。サラバンではね、471枚メダル獲得です。まあ投資が1万4000円なんで、まあ、200枚ぐらいマイナスかな、46枚貸し出しなんで、大移動は禁止なので流して、まあ、神奈川なんで皆まで言うなって感じなんですけど、まあ、やはり窓通マイスターとして良さげな島なのであれば調査せざるを得ない。まあ初窓はね好きでしたけど、やっぱ僕はね2で楽しんでた男なので、また一喜一憂したいと思います。現状箱を使ってる台は1、2、3、4台で、箱を使ってない台が1台で、僕の台と角がついてない台1台です。はい、レアコイヤー強チェリーだお。はい、22ゲーム強チェリー。はい、2カーク一色です。はい、24ゲーム強チェリーから一色ビッグ、わずか1000円。愛なのよ、愛なのよ、僕水戸でございます。ほい、チャンス目 A でございます。赤ね、やっぱり。はいはい、チャンス目 A からなんで、設定じゃないところ。はい、マイカラッシュ、ようやくレインボー、ないか。はい、マギクエ、 OKOK、中で来た。さてさて行きましょう。本日一発目のマギカラッシュ、マギカクエスト。あー、ゼヤクヤク、あー、マミさん、スイカ20ゲーム、よしよし、大丈夫、まだできてない。やつらは全然、よしよしよし、ノリがいい、よいしょ。あ、ついに来たか。ここ越えればマミさんが見えるから、何度か越えたいよね。頑張るか。あー、命をかけるぞ。えい、あー、もう死ねばいい、死ぬ。あー、キャラアイコンを粗末にした、強子に殺される。あれは嘘だ。お、チャンスの B、 ちょっと押せんなよな。おー、30ゲーム以上、30、 OK、 ボーナスでござる。チェリーかい、チェリーかい。タッチセンサーではない。はい、
熱っ、鬼熱や、これ熱っ。50以上、はい、50ね。この次ゲームが大事やからね。赤だ。あ、はいはい、OK。 赤い、9名シューチェットがあるんじゃないの。あー、チャンス名3カメール、これはうまい。ボーナスもはないかな。うん、ないね。はい、終了です。290ゲーム消化の517枚と80ポイント以上ですね。ってことはやっぱり汚れ割るまではおった方が良さそうだ。いや、ちょっと手応えがねないんすよ今。全体的に良さそうかなっていう形でリセットもしてそうってところで来たんですけど、ちょっとあまりよろしくなさそうかなと。わかんないです。でもこれ汚れ出すまでにいい要素取れるかもしんないんで、そこに関してはもう一期一会です。弱く持てるぞ。おっと、マドカスイカ210ゲーム追加、そしてプッシュ。チャンス目 B と、あー、2角。はい、213ゲームチャンス目 B から紫カットインなしじゃないかよ。いつこえー、まあ全長なんでしょうと。うーん、微妙い。エアエッグ強チェリーだ、オラ。これチャンスゾーンに取ったら激アツやから。25%でフューチャーやから。どっち、ボーナスか。ボーナスや、なんちゅうタイミングや。はい、21ゲーム強チェリーから赤カナナビックでございます。はい、リプレイ。最下のチャンスゾーン9ゲームから。あ、いっぱいいっぱい。いけ、おい。もし赤までいった。レア役、そしてここで弱チェリーか。外れてたとしても掛け替え抽選は受けれた、これで。よし、熱い。さやかのもの、オッケー。さやかのチャンスゾーン好きやな、結構。赤、おー、オールワロセ。すごい強チェリーか。おい、よっこいしょ。これはでかいんちゃうか。ありがとう、京子が100ゲームを届けてくれました。ありがとうございます。ほんまに何も起こせんまま終わっていくんかなと思っちゃったよ。おー、ポケットから物が落ちたら9米チャンス目。はい、背中でドンで10ゲームから。あー、ボーナスじゃない。ボーナスあるよ。あー、ボーナス激圧を。よーし、激圧をいただいた。チャンス目 A から紫。はい、ボーナス後は上乗せはありませんでしたが、190ゲームの693枚と。これでまだ出玉持った状態でね、汚れを終えますから、ちゃっちゃと貯めてちゃっちゃと放出したい。隣の方の台でね、代行の方させていただいて、ワールプルで560ゲームと。そして拙者の台は今裏ハマり続けている、いい、それでもいい、楽しかったからね。来てくれた皆さんが楽しんでいけてね、面白い映画撮れればそれでいい。欲を言えば勝ちたいけど、まだ分かんないですか。僕やってエビボ引いたら裏ボが出てくるかもしれないです。イエー、近っ、そっちじゃねえ。ボーナスです。あ、ボーナスです、ボーナスです。あ、ボーナスです。僕の願いはボーナスです。勘弁してくれ。632ゲーム、誰、どちら様。私ってバカ、俺ってバカ、このボーナスでやめます。もう救いようがないよ、ひどい言われようやろうが。はい、ラストになると思われるマギカラッシュ、とにかくこの ART を伸ばす、頑張れマギクエだ、とにかくマギクエだ。発展、いやー、おし、カットインきた。
ありがとうございます。マギクエ、ここでゴリッと乗せれば窓マギで投資した分ぐらいは返ってくるかも。いきます、ドン。白マミさん一撃目、ここで決めるぜ。決まらん、終わった。あー来たか。10ゲーム。もうあの黒いやつは二度と見たくないから俺、黒いやつは。よし、あー強行30。あー来たか黒いの。ボーナス行こうぜ。あ銀銀銀銀銀、よし。今ベルの流れが確かに俺の元に来てる。いらんねんこれ、地獄という地獄。頼むで、ね、だってって、もうダメだ。はい、55ゲーム、本日最高ですがって感じ。はい、よし、10ゲーム。ボーナスなし、わからん。またも OK、 チャンス名が乱舞、しかしボーナスはなし。おお来たやんね。このパターンはエロい。マギクエでございます。最高先55ゲーム、その上を上を目指していって頑張りましょうと。はい、もう無理じゃ、無理か。予告音なったぞ。あ、チャンス目もう2発目、いやこれ噛んだ。ほい、おいおい、何かいろいろ間違えている。しかし OK、 10ゲーム。はい、8点強行様。はい、マギクエ3発目、右肩下がりやから侮れない。いきます、ほい、白。あーもう、もう、まあ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 、もうここ取るしかないぞ。よし、マミさん敵だから、アテナ連打からの強行。10ゲーム、キューベ、5ゲーム、5ゲーム、いいよ。黒い悪魔いません、それだけで私幸せでございます。あの目の光からの5ゲームは何なんだ。おお、30ゲーム、 OK ーす、うまし、ジャクチェリー50、オッキーオッキー、京子が見えたよ、京子が、京子さん、おーし来た、おーおーおー、気持ちいい、気持ちいい、一生上乗せするな。ここで来たか、びっくりマーク、しかし追加10ゲームのかける倍の20ゲームと。京子こっちの方が嬉しかったよ。え、すげえ、使い魔さん1個もけえへんやんけ。うわー、いらんこと言うたわ、今絶対いらんこと言うた。ここ1点集中よ、ここさやか1点集中、君のエビボからこうなってるんやから。流れ、流れが大事。おし、あー、でももうもうでもでももうもう来とるやんけ。逆に言えばここでベルを引けばここは乗り切れることが確定するから。ほら見てみ、来た、おい、バーサス来るやろ、しゃー、ほら行くぞ、あの世の果てまで行ってくよ。はい、おっきしました。さあここ相手は、あーもう熱いかな。はい、おしおし、2個や、2ゲームや、こんなもう未曾有の時代、噛んだ、未曾有の時代、時間を出るかかるチャンス。2度目は外さない、確定ではない。クソ、もうおっつ、楽しかった、切り替えが大事やから。今の言っとったらな、200、300見えたな。まあまあしゃあない、うわ、もう一周しよう、よし、もう一周しよう。
もう一周や。いやマミさんも見えたよ。取る。取れん。おゲーム。よし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 。はい。うん。うん。マギクエの神髄を今見せてる。噛みすぎやけど。ほい。あーそこは無理ね。さあここ取れば、ここ取ったら確定でバーサス。次回に持ち越し。2周目いけ。あー終わった240ゲーム十分やけど、わ惜しいね惜しいね。はい240ゲーム回せ。見えた逆転。いややっぱり汚れは追っかけるもんやね。残り310ゲーム、この間にボーナス1回並びにマギクエなんか引いてワルプルギスぶち込んでしちゃってなんちゃって横棒のみスイカ。あだってで今日めちゃめちゃ ART 中にスイカ引いてるから、俺のメダパニダンスでなんかこう混乱して間違えて出てこい。あー弱い。いけ、いかん。ドキドキさせやがって、血圧上がる。はい終了です。結局240ゲームのスタートはあんまり乗せれなかったですね。425ゲーム消化の909枚、窓2での一撃やと、これが最高獲得枚数です。いやよかったよ、これで入れた分もまとめて帰ってきたから。あとはまあとりあえず引き戻しのチャンスゾーンだけ見て確率どんなもんなんか見てみます。はい、遊戯データ2857ゲーム回してボーナス10回、魔女の結果に7回ですけど、設定差あるところ1回しか引いてません。スイカ19の1です。さやかが1回なんで特定ボーナス0です。弱者が30回、まあ、95分の1か34ぐらいでしょ、95分の1って、まあ、3ぐらいでしょ。まだここから良くなる可能性もあるし、全然もっともっと悪くなる可能性もあるけど、ボーナスの終了画面が示唆なしゴリゴリ出て、あと奇遇で出たのが奇数ばっかりと、まあないでしょ設定はね。まあこの度は多分やめます。この窓2はやめて、ちょっと他に打てる台あるかどうかを周り見ていきたいと思います。よーし445ゲームで当たりです。熱い中ちゃんだ、確定やぞ。確定 AT。 下品なレインボーありがとうございます。レア子役ならなんですけど、はい何もないと。701ゲーム激闘ボーナス。マジでマジで、うわくそ、うわっ、おおびっくりした。金勝負歌負けと、はい当たりました。はい終わったかな。この反逆、まあ結構良かったんですけどやめられました。6ではないという判断なのでしょうか、それとも単純に設定がないという判断なのでしょうか、ちょっとわからないですけど、まあグラフ的にはプラスで終わってますので、まあ良かったんじゃないのかな。僕の左隣のマンドマギ2です。まあ割とね一撃でゴリッと出てたんですけど、だから後ろにもこんだけ出てて、一撃でゴリッと出した分と、まあその前の一撃で出した分とっていうのあるんですけど、中間より上はあるかもしれないと、特定ボーナスの感じを見るとって感じでした。まあちょっと微妙なライン、こちらもね朝一からお客様打たれてて、まあ、途中でやめたんですけども6000回転ぐらいでかな。サラバンこちらの方朝一からずっと粘っております。グラフもずっとプラスですね。で、上に2箱と別積みと、番長これいい感じですね。9の45、上に1箱後ろに4箱と、皆さんね結構やめられるんですよ、ある程度ドッと出ると。なんでもちろんプラスなんですけど、どうなんですかね、設定的な手応えはあったんでしょうか。番長は結構回数的には悪くない台が多いっす。でも回数的にはいいんですよね、こんちの鏡、うん、エヴァの魂が結構いいんですよね。合算的にも良かったんで、あったらすげえ楽しいやろな、羨ましい。ヤマトは分からんが出てる。2台あるうちの1台のファフナーですね、新しい6号機の。いやこんだけ出玉ついてるってことはあるんじゃないですか、設定で3箱なんでね、一撃での出玉だけではないと思うんで。こちらのリングもね32回ボーナス当たってる、羨ましい。リング打ちゃよかったな朝一。モンキーターンもねやめられてるんですけどね、角の台がね、まあ、1回天井までハマってるけど、なんかすげえいい感じにはなってますね。シュラも結構出てますね。でセイントセイヤ前日使ってたんかな、どうなんですか分かんないですけど、前日挙動でしたね。はい
マジハローこの台とかもずっと粘ってはったんですけど、売ってる人グラフ結局プラスという感じで、セイヤは全然詳しくないんですけど、まあリセットやったらね朝一狙えますからね。でですね、ガーデン戸塚店さん1階と2階飛ばして3階フロアがあるんで、3階フロアも見てみましょう。この55ジャグラーはすごいですね。グラフもプラスです。ちょっと見にくいと思いますけども、はい、寝台で入ったトータルイクリプスです。 5.5 号機の方ね、6号機じゃない方、すごいよ。いやー爆発力あるな、やっぱりすげえわ。はい、以上です。エンディング撮りたいと思います。お疲れ様でした。新ガーデン戸塚店さんでの実践終了いたしました。投資が35,000円、枚数にしてね1610枚です。で、僕は今日3台売って3台とも回収しました。それではそちらの方発表していこうと思います。まず1台目、サラリーマン番長471枚、次マド2829枚、今日一番出したのはマド2でした。で3台目北斗天章380枚、合計1680枚、ということでプラス70枚でした。勝利、めっちゃちょい勝ち、めちゃめちゃちょい勝ち。シンガーデン戸塚店さん初めて今日来させていただいたホールですけども、僕のイメージですね、イメージとしてはカードが強いのかなという感じですね。で、あのバラエティコーナー、僕の好きなリング AT とかがあったんですけど、その辺が出てたっていうのが2台に1台ぐらいというか、その2機種やったら片方は出てるみたいなことがあったりとかで、セイヤが全台リセットっぽかったりとか、あとエヴァの A タイプが出てる、これが結構僕的にはね、えってなりました。引きなのかもしれないですけども、割とねなんかね、そんなゴリッと出るみたいな機種が出てたりしたんで、まあそれこそヤマトとかもなんか、あっちをね次ね来させていただける機会があったら狙ってもいいのかななんていうのもちょっと思ってますけど、ただ正直今日の出玉状況だけでいくと何とも言えない感じですね。まあでも出てる台は出てたんで、ただその出てる台もね引きなのかほんまに中身に設定があったのかっていうところなんで、その辺は、見てる皆さんが決めていただいて、また僕もね、ここをさせていただく機会ありますので、その時にどん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 検証していこうとは思ってます。というわけで本日の動画面白かったなとか、セブン TV 応援したいという気持ちがありましたら、ぜひ動画の方にグッド、そしてチャンネル登録の方よろしくお願いします。あと僕の Twitter のフォローの方もよろしくお願いします。そしてスケジュールがこちら、はい、今後いろんなところに行きます。まあね、名前の出せない店舗さんもありますけども、まあなんとか僕たちの動画を見漁って、ここに行くんじゃないかって予想を立てて遊びに来てください。よろしくお願いいたします。それではまた近々セブン TV の動画が上がると思いますので、こちらの方もよろしくお願いします。本日はご視聴ありがとうございました。またよろしくお願いします。セブン TV